この校では2008年のアルビレックス新潟について記述する。監督は前年に引き続き鈴木敦氏が務めた。校主のような選手が対談した一方で、選手補強は新外国人選手と新卒選手の獲得のみに止まり、主力の選手に怪我が相次いだ2008シーズンはほぼ全ての試合で、新卒選手がベンチ入りを経験したり、 第30節浦和戦では登録の18名も埋められなくなるなどシーズンを通して選手層の薄さに悩まされた。攻撃面でも中盤から前線にボールが収まらずにサイド攻撃が機能不全に陥り、アレッサンドロがリーグ戦13得点を上げ奮闘したものの34試合中32得点はリーグ最小となり無得点試合は16に達するなど深刻な 得点力不足に陥った。その結果、リーグ終盤戦まで j 1 j に入れ替え戦に巻き込まれる可能性を残していたが、最終節で G 大阪に3-2で勝利して辛くも、自力残留を確定し、最終的には11勝9分16敗の13位でリーグ戦を終えた。最終更新日、2013年1月22日、出展、J リーグ、 2013年1月22日閲覧開催地、A イコールアウェイ、H イコールホーム。結果、D イコール引き分け、L イコール敗戦、W イコール勝利。チーム 1V、チームにアルビレックス新潟 VFC 東京2008年1月11日から3月14日。ファーストは、パンツ、シャツともにオレンジ。J2 時代のストライプが復活したが、 カッパの青5本に対して濃いオレンジのシャドウ型極太の3本となったため印象がかなり異なる。セカンドは白にグレーのピンストライプ。ありがとうございます。